はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、昨日ね、グリスのね話をしてたんですけど、ちょうど今日ね修理品でここ修理したんですけど、これちょっと変な通し方だったけどな、あ、それは見てた。修理品でね、これ、皆さんにお見せしたい、グラブなんでお見せしますけど、ここにね、ここです。触ると分かるんですけど、グリスがね寄って固まってるんですね。だからこれ、ね、多分お客さん言ってないけど、ここボールが当たると痛いはずです。これちょっとね簡単に手直ししますね。分かるかな、絵描いたんですけど、ちょうどグラブのこの辺に塊があるんですよ、こうね、丸いね。これをね伸ばしてね均等にします。はい、狭いところにこれ使いますけど、ちょうど半分開けてですね、こうして、で、当てて、うわ硬いな、これ硬いぞ。で、こうして、うんうんうん、あー、だいぶでっかい塊だな。均等にしとかないとね、まあ、本当入れ替えればいいんだけど、そこまでやるお客さんが、はい、で、ちょっと休んでましたね。うん、ちょっと広がったかな。でもこの辺は抜けてるんですよね。この辺抜けてて、この辺に寄ってるんですね。これ最初の使い方でこうなっちゃうんですよ。うん、だいぶいいけど、もうちょっとだけ叩こうかな。はい、まあ、ちょっとこれ触り心地なんで動画でお伝えできないのが残念ですけど、ここだな、ここ。ここね。どうだ、どうだな。まあ、平らにすれば、頼ってても痛くはないからな。うん、はい。あと、ここだな。ここか、ここか。ん？ここか、ここら辺か。この辺ね。だいぶいいな。あとここだけだな。あ、指で押したら、うん、微調整してこいで、うん、どうだ。あ、いい、いい。あ、ちょっと見よう。ほら、ちょっとこれ形ポケットね良くなったでしょ。あとはちょっと微調整しようかな。はい、良くなりました。あとは、うん、いいですね。うん、ちょっと汚れてるけど、あんまり触るのもあれだから、お客さんね、勝手に触っちゃダメだから、栄養補給だけしとこうかな。今日何使おうかな。やっぱり使い慣れてるこれか。ね、これいきましょう。はい。本当は外でやりますけど、よし、おお、やっぱ外でやった方が頭でもどこだった。よし、うん、こんな感じでね栄養補給しましたよ。あとはちょっと腹拭きしとこうかな。本当はグリス入れ替えるといいですけどね。はい、できました。この辺か、うん、この辺か、この辺か。はい、ということで、ね、今日はポケットの簡単な手直しでしたけども、皆さんもねこれ触ってみてくださいね。触ってみて、自分のね、グラブの状態を常に把握しておくってことが長持ちにね
通じますし、キャッチングも向上すると思いますね。それでは皆さん、さようなら。